皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい。はい、今日は実店舗のスタッフヤッシーによる母の日おすすめプレゼント3選をご紹介させていただきます。はい。はい、もうすでに出していただいてるんですが、はい、では順番にお願いします、はい。まずちょっと予算別みたいな感じで見て選んだんですけど、はい、ありがとうございます。でここはまあ3000円ぐらいで買える。はい、でこちらが8000円の予算、ちょっと上がっちゃうんですけど、ほうほうほう。でこっちが1万、まあ、5000円、1万6000円のぐらいの予算のものになります、はい、なるほど、はい、じゃまずちょっと低価格の方からご紹介していきます、はいはい、これがあのレンマのスライドキーケースなんですけど、うん、多分見たことある方も結構多いと思うんですが、うん、すごくコンパクトなんですけど、この大きい方だと、M サイズの方だと、はい、一般的な鍵が5本ぐらい入るっていう、うん、結構ちっちゃくても収納力のあるキーケースです、うん、うん、で S サイズの方は一般的な鍵2本、うん、まあ、1本2本入ります。で鍵1本しかないって方もこう、うん、なんだろう、ちゃんと包んで持っておきたいって方多いと思うので、はい、そういう、まあ、家の鍵しかないよっていう、ね、お母さんにも、うん、で渡しやすいケースかなと思います、うん、そうですね、このデザインすごい可愛いですね。可愛いですよね、うん、それであとね、はい、このキーケースのいいところ、うん、内入れができるんですよ。おー、ちょっと入ってるですけど、まあ、だいたいこれぐらいのイニシャル程度の方が綺麗に入りますね、はい。あー、なるほど、かわいい、カラバリわー、こんなにめちゃくちゃあってわー、2段重ねになってます ね、 そうですね、ちょっと見えるかな、こんな感じで、まあ、女性とかだったらこういうトープとかも、あー、いいじゃないですか、この色ですよね。そう、このね、うん、ワインレッドもこういう感じで経年変化してて、うん、だいぶ厚みとかも本当ですね違うので、こういう経年変化も楽しめるレザーを使用しています。なるほど、はい、こちらがまず1個目のレザーです。はい、1つ目、結構学生さんとかでも買いやすい、はい、あ、本当ですね。こっちが2750円、 S サイズが2750円で、うんうん、はい、M サイズが2970円、はい、です。なるほど、内入れは無料でできます、うん、はい、ペアギフトにもおすすめ、はいはい、じゃあ2個目、はい、じゃじゃーん、お、こちらはビアベリーのトラベルトレイ、メガネケースと、はい、ペンケースとか、うん、こういうトレイにも使えるっていう、すごい万能なアイテムです、うん、これ私実際に母親にプレゼントしたんですけど、おお、そうなんですね。もうなんかメガネも持ち歩いてるし、うん、まあ、こういうトレイにして置いてても可愛いので、うん、はい、まあ、いろんな使い方ができるので、はい、結構、まあ、渡しやすいアイテムかなと思います。なるほど。でこれこっちとこっち同じアイテムなんですけど、うん、うん、ね、はい、この今のこの畳んでる状態だとこういうメガネケースに、はい、あ、そんな感じで入れるんですね。そんな感じでちょっと入れれて、メガネケースだったり、うん、このペンケースとしても、あ、こうしてもいいですし、こう上にかぶせてもいいですけど、なるほど、こういう感じでペンケースとしても使えるっていうアイテムですね、うん、へぇー、ポケット、うん、薄くなるので、はい、メガネケースとかもそんなに、なんだろう、厚いの、分厚いの持ちたくないって人には、うん、すごいおすすめですね、うんうんうん、でこれがどうやったらこの形になるかっていうと、はい、まあちょっともう分かってるよって感じだと思うんですけど、はい、四つ角のこのポチをポチポチしていけば、うん、じゃじゃん、トレイになります。わー、はい、こんな感じです。まあ、これ家に置いてても鍵入れたりとか、うん、いいですね。メガネ置いてたりとかも、うんうん、すごい可愛いと思うので、この内側がちょっと優しい感じなのがいいですね。これも結構空張りあるので、ぜひ商品ページでチェックしてほしいなと思います。はい、でこのメガネケースも一応の内入れができるので、お、嬉しい、ここに入ります。はい、はい、なのでこれもぜひぜひオリジナル感出ますので、うん、内入れでもチェックしてみてください。ではお値段は7535円、はい、です、はい、ちょっと細かい数字ですけど予算8000円で
そうですね。プラスカーネーション。プラスカーネーションは買える。1万以内で。最後、はい。ヒズファクトリーの三つ折り財布です。お。はい。これは、16,500円です。うん、で、まあ、お財布なんですけど、こういう感じで、うん、なんかお札ポケットと、うんうんうん、小銭ポケットが分かれてるタイプですね。うーん、小銭ポケットがすごく大きく開くので、うん、結構お母さんスーパーよく行くと思うんですけど、うん、もうザクッと財布入れたりとか、必要なカードだけここから買い取って、ね、はい、使ったりとかしやすいですね。うんうんうん、内側にもカードポケット結構あるので、うんうん、使うカードとかそういうのも分けて入れられるようになってますね。おお、三つ折りってとこがまたなんかいいですね。女性の小さな手でも扱いやすいですね。そうですね、うん、あとはまあ荷物増やしたくないって方にもすごいコンパクトでおすすめです、うん、なるほど。まあ、このプエブラレザーって使ってるんですけど、これを使っていくとどんどん、はい、味が出てくるので、あ、そういう経年、革の経年変化、うん、ちょっと楽しめるアイテムでもあります、はいはい、これは結構コンパクトで、うん、このボックスタイプの小銭で、うんうん、あんまなかったりするので、そうですね、すごいおすすめですね、はいはい、こんな感じで、はい、3つ紹介しました。はい、はい、じゃあ並べてもらって、はい、ね、こんな感じでプラスカーネーションで、はい、お母さんを喜ばせましょう、うん、ぜひ参考にしてください、はいはい、ということで、はい、実店舗のスタッフヤッシーによる母の日におすすめのプレゼント3選をご紹介いたしました。はい、こちらの紹介した商品の URL は概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、この動画がいいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラムのフォロー、ツイッターもやってます。ぜひチェックしてみてください。はい。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。